打席での練習の仕方です。実際にコース上では同じ強さの球を続けて何発も打つことがないですね。ですから、実際に本番で役に立つように練習をする場合は、ティーショット、予選、パターのような距離感で練習した方がいいと思います。パターはちょっとティーグラウンドではしないですよね。ですから、同じ距離数を続けて何回も打つのではなく、30メーター、50メーター、70メーター、100メーターと打って、それからまた70メーターと50メーターとかっていう感じで打った方が実際の距離感が身につきます。では、30、50、70、100いきますか。次は逆に100、70、50、30ですね。この距離感は、芝の濃い状態と言いますけれども、芝があんまりない春先とか秋口のツルツルの時だと、先ほどの距離感で大体3倍ぐらい飛んじゃいますね。10といったやつでも30ぐらい飛んじゃうことありますので、それは自分で、調整すると、私の先ほどの距離感はあくまでも自分の 100% の力が 100m、 10% の力を 10m、50% の力を 50m という計算で、やってます。
私がライナーを打つ場合、距離がですね、先ほどの距離感で70を超えるとインパクトで手首を使います。距離を伸ばすため、それまで70以下65くらいまでは手首を使いません。これによってスイングの大きさがある程度大きくなって、それ以上距離を伸ばすときに手首を使うことによって距離を伸ばしていく。リストを使った場合と使っていない場合、同じスイングの大きさで距離を変える、リストの変え方ですね。最初はリストを使います。次はリストを使います。大体距離で10メーター以上ですね。適宜リストを使いますと、ボールを少し高から打つことができます。その方法は手首をこのように、その方法を手首に使うことが、球が上がらない人はインパクトの時に手首が以外には間に合わないんですね。やってみると、当たった後に手首がひっくり返る。このタイミングを捕まえる練習はこうやります。手首だけで打つ。こうすることで手首の使い方とタイミングが分かるようになります。